たんですけど、はい、もう一回ご飯は食べなくなりました。ご飯は食べない。いやでも、でうんちってか、まあ、固まってるんですか。昨日今日は固まってます。はい、で今朝、すいません、またついちゃった。今朝またいる。大丈夫大丈夫。今朝は、今がゆるかった。朝一の時は、普通につまめる程度の柔らかさで。そうそうそうかもしれないし、今もう絞り出した感じだからね。おはようございます。わかりました。おはよう。そういうことね。うまかったね。もうそうするとさ、もう一個病気が追加されるよこの子ね。ステロイド反応性の長所。ステロイド使うといいうんちになるけど、だいたい24時間から36時間ぐらいですよ、効いてる時間帯は、はい、だからちょうど、ね、36時間過ぎてくるとうんちがそういうことですね。でも分かりました。まあ今日はね、もうあのちょっとどうしようかなと思ってるけど、そんなんだったら1回2回、あと5回はさ、はい、あの9ミリぐらい使います、はい、でそこから 10% か 20% 下げていくと、はい、徐々に下げていきます、はい、多分 1.2 にしちゃったら多分また緩くなっちゃいますもんね、はい、で幸いそのステロイドで食欲増進作用もあるからね、はい、でお水もよく飲むんじゃないですか。水も結構飲んでます。大丈夫ちゃん、こちらはいくつ。おうん、今日はちょっと良くなっちゃった。だいぶ緩いですよ、今日の今のは。そうですね、朝一が6時半ぐらいの時は、ね、まあまあ普通でした。体温計がもうすごいので、パンちゃんごめんね、うん、ちょっとだけ触っていい。午前中はあんまり水も飲まないんですけど、起きるからですね、ドバドバ飲み始めて、乗せてくる前に一応、まあ、ちょっとしたり、はい、じゃあ今にそれにはしたんですけど、でカメラもちょっとした。